ずっと昔のままやんね。産経新聞2023年1月23日どしどしプチンプリみたいな名前の方が代表を務めているところ、どしどし安全操業交渉応じず待つのし受け入れられない。まず私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。そこでロシロシはソビエト連邦があった時の体制のままやなって見ています。記事によりますと、官房長官の松野は23日午前の記者会見で、北方の領土周辺水域での日本の漁船の安全操業を定めた日本とロシロシの間の漁業協定に関し、ロシロシ側から現時点で今年の操業条件を決める政府間交渉に応じない方針を伝えられたと明らかにした。戦の争やる気？怖いわ。ロシロシのウクウク侵攻に伴う制裁をめぐる日ロシロシ関係の悪化が原因とみられる。待つのは受け入れられない。ロシロシ側が一日も早く政府間協議に応じ、今年の可能な限り早いタイミングで操業を実施できるよう強く求めていくと強調。この取り決めは安全操業協定と呼ばれ、北方の領土の主権問題を棚上げする形で平成10年に結ばれた。平成10年は1998年、ロシロシ側に協力金を払って北方の4島の周辺のロシロシが主張する領海でホッケ漁やタコ漁などを行う仕組みで、毎年操業条件などについて協議している。令和5年に操業に関しては4年中に交渉入りできないまま初めて越年年越してしもたやん。松野によると、19日にロシロシの外務省から在ロシロシ日本大使館に対し政府間交渉には入れないとの見解を伝えられた。もうあかんやん、ダメじゃん、困ったことですね。多分きっとロシロシはコミッテルのままやと思うんですね。コミッテルの正式名称はコミンのテルン。正式名称と言っても余計なの挟んでますが、今の時代は A の愛ちゃんとの戦いやから余計なの入れてみたり言い間違い風味の発音で展開するのが最善の方法やと思っております。先人の書を紐解いて分かったんが、この世の中は常にどこかが揉めてないといけないようにされていました。世の中には3つの主義がございまして、資本社会、友さん、友さんは共産。この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるためにも活用してますよね。なんですけど、資本だけが自由に楽しく生きられる社会、友さんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。指令によって動かないといけなくなってしまうので、指令によって近づいてきた人とは会話しない方がいいんですよ。せっか工作員言うて、せっかっていうのは思想を赤く染める友さんの主義にしていく任務を背負ったやつがいるんですけど、友さんは共産。プライベートの時間において工作員みたいなやつに誠実に関わる必要なくて、知らん顔無視しといたらいいんですよ。時間もったいない。左の翼の勢力、赤くて酸っぱい勢力は身内に厳しく、任務が遂行できないとお仲間がボコボコにしはんねん。自己批判に応えろなんて意味不明なことを言うて、左の翼の人たちが自己批判なんて塩らしいことするはずないって思われる方結構いらっしゃるんですけど、左の翼の人たちの使っている日本語ちょっと意味異なってくんのよ。ロシロシの言葉とかドイツ語とかを日本語に当てはめるからちょっとちゃうで。自己批判がお仲間にボコられるっていう意味に変わってしまうね。自己批判トレビアンボコボコン、痛い痛いうーんっていう儀式になってしまうねんけど、論破してやろうなんて時間の無駄やし、相手喜ばせるだけやから自己批判されなはれと思って知らん顔推奨なんですよ。ロシロシの体制はコミッテルのままやんかっていうのは、コミッテル、コミンのテルン。コミンのテルンの正式名称は他にもあって、第三インターナショナル国際共産党って言うんですけど、ロシロシで大きな核の命が起こりましたよね。ロシロシ核の命。それが成功して、レニンのおっさんが、レニン、ほんまはレーって伸ばす。マルクソレニン主義のレニン。レニンのおっさんが、核の命成功させて、第二インターナショナルから第三インターナショナルに独立させたんですね。そこに行かなかった連中が、社会の窓主義インターナショナルに行きはった。社会の窓主義インターナショナルは、資本主義の中の嫌がらせ団体やなーって、見るとしっくりきます。この世の中のシステムとして、資本社会ともさん、しかなくて、我が国日本は資本主義国で、洗脳層を負けた国やから、日米同盟があるからなんとかなっているんですね。この世の中は、おそうめん劇場。私の動画で、おそうめんとかおそうめん屋さん、自由なおそうめん屋って言ってたら、自由フリーおそうめんメイソンのことなんですよ。
おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれないところが、お米の国って書くところ、今現在でんでんじいさんがやってるところなんですね。で、ロシロシの込み入ってる国際共産党第三インターナショナル、もう消滅したことにはなってるんですけど、私はそうしてるだけであるやろって見てるんですね。なぜならば、コミッテルには指導団体なるものがございました。それが自由なおそうめん屋さんやったんです。この世の中は盛大なプロレスが行われてて、システム上のお話なんですけど、我々日本国民にとって自民しか選択肢がなかったという残念なお知らせ。新しくできる政党に期待してはダメ。何もできへんで。地獄に突入するだけやで。鳩山の幸男がミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われててんけど、社会党が社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい国際組織に入ってる連中やったんですけど、私ですね、先人の書を紐解きたくなったきっかけが、社会統計の実にお偉い肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事させていただく光栄な機会に恵まれまして、政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？毎回毎回地獄やったんですよ。その時の責任者の方が定年後、トモさんの党員として生きる宣言をしたんですね。トモさんは共産。あれ？社会党、信奉者ちゃうかったんとか思いながら、後に、何や、一緒の組織やったんやっていうことがわかるんですけど、今は、あの仕事の嫌な、無駄な時間のおかげで、いろいろ知れてよかったなって思ってるんですけど、コロコロリンの時代になって、先行きが見えなくなってる中、結構楽しく生きてるんですね。インターネット SNS では、日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳がずーっと行われてきました。私は、保守のくせに同じ保守なのにとか言われるのがめっちゃ嫌やったんですよ。保守ちゃうわ、あんなんと一緒にせんといてんかーってずーっとイライラしてたんですけど、反論はしない主義、関わらない主義なので知らん顔してたんですけど、どうしてもイラついた時は、言ってきた本人に返すのではなく、みんな聞いて聞いてこんなん言われてんけどなーとか言って、見えるように反論しとくねんけど、日本で保守論客言うて活躍できる人たちって、お隣の国、県の国、藩の国、関東も言うところの、州の教メディアで活躍している人たちばっかりで、多分きっと相入れない部分の方が多いやろなって見てたんですね。今まさに騒がれている T1 教の会計、&お幸せ、&天理、細かい州の教も連帯してるよね。稲田のともみさんが、成長の家の信者さんやけど、T1 教の会の集まりで壇上にも立たれてるし、成長の家の、教祖の谷口さんってニューソートの流れを組んでて、ニューソートの哲学博士とかもろてはんねんけど、多分きっと中の教ニューソート系でもあるんやろな。今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝っているっていうスピリチュアル界隈の話を聞くと、社会の窓主義の世界に誘ってるような気がしてならんやったんですけど、新興宗教系はニューソート系なんちゃうかなって私は見ておりました。私自身潜在意識の活用ってマジですごいと思ってて、ジョセフ・マーフィー先生っていう潜在意識の活用で有名な先生の書籍を10代後半、20代前半、そのあたりにめっちゃ読んでて、願いは叶うとほんまやな、みたいな感じやったんですね。ミラクル起こしまくったんですよ。会社員辞めてから。その時はジョセフ・マーフィー先生がニューソートの牧師さんっていうこと知らんかってん。ある時にですね、ジョセフ・マーフィー先生の翻訳をなさった方の一人がマルチ商法の社長さんっていうことが分かって、あと一人ですね、大島の純一さんっていう方がいらっしゃって、今この人何してはんねやろうと思って調べたことがあるんですね。この12年の間の前半で。そしたらですね、大島さんはペンネームで、T1 教の会と、お幸せな収納機を御用達の渡辺先生、正一先生やってん。あら、まあそういうことやったんかいなって感じで、妙に納得したんですけど、私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクソちゃうかな思って、カール・マルクソ本名モルデカイ。自由なおそうめん屋の会員で、底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんって、日本人であるならば保守でないといけないってやってらっしゃる人たちの中に入りたくなくて、心のシャッターがガラシャーンってしまって、どうしたものかと思いつつも、私と同じ種類の日本国民には、この事実をお伝えしないといけない。誰も聞いてくれなくても、言わないといけないっていう使命感に駆られてるんですけど、ぼっちだって幸せだものって感じやな。中可愛くてごめんって全然可愛いないねんけどな。うっとこのコメント欄の皆さんのおかげでなんか心が保たれてるって感じ。いつも書き込みありがとう。とにかくですね、ロシロシはコミッテルのままやと思って見てるといいんですよ。丸山の穂高さんが医師にいらっしゃった時、北方の領土は洗脳するしか取り戻されへんでっておっしゃったことが問題発言やいうことになり、維新の連中もかばったったらええのに丸山さん放り出して、
ロシロシの大使館にお詫びに行ったでしょ。あの時にですね、あ、やっぱりコミッテル系やねんやって確信したんです。今の代表の馬場の信之と片山の虎之助が言ったんですけどね、世界を牛耳る大きな勢力のご計画として国民が選んだという形をとって資本を潰させて社会の貧しげの世界にして後に友さんにしていくっていうシナリオがあるんですよ。私のことを陰の暴論者と思い込まれてる方結構いらっしゃると思いますが、私の言ってることってほとんどが今売られている百科事典や辞書に書かれてあることですよ。マルクソ経済学、私はペテンやと思って深く知ろうとしてないんですけど、マルクソのおっさんは資本の限界が何やかんやとか、何々の限界が言うて潰させようと心理誘導してる。それですよ。中野国の友さんのトーンも日本の友さんのトーンもコミッテル国際共産党第三インターナショナルの一支部同士で、 C のおっさんも習近平さんもチーママやからね。世界を一つにワンワールドにしようとしている勢力の回し者がいっぱいいる。そんなんされたくないから、私は日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中のことを見ないようにしてきたんです。そして日本はアジアのリーダーになる必要ございません。おそうめん劇場の中でどんなリーダー目指しても知れてるし、利用されて偉い目に遭うだけやので、他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなこと、特に中の国で行われているシャーベットみたいな名前のところ、チシャーベットやぐるぐる問題、ぐるぐるの前にういってつけんねんけど、そこの問題はうちらに関係あらへんねん。トモさん国ってそういうことするところやねんから見とくしかないねんっていう割り切りが必要ですよ。他の国で行われてることに首突っ込んだら時間あっちゅう間に経ってしもて人生無駄にするよ。無駄にさせようとしてんねやろと思うけど、知らんがなでええのよ。知らんがながいいのよ。活動家がやってることって巻き込ませ統一戦線工作ちゃうのって見てるといいんですよ。統一戦線って同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作、活動家の先導に乗らずして活動家をねぎらっておけばいいんです。私たちができないことをやってくださってありがとうございます。心より応援しています。ほなって背を向けるべきです。今表立って活躍できる人たちって社会の貧しげ者と友さんの主義者だらけやから。